はい、どうも、なぎです。俺、ひでおさんに、ロッカーをちょっと、バカにされたというか、まあ、近づかないでくださいって言われたんですよ。で、僕のロッカー、うって書いてあって、すごいわかりやすいんですけど、あれ？ちょっと待って、俺のロッカー大きくなってね？気のせいか。あ、気のせいか。気のせいか。ちっちゃいだけか。いや、びっくりした。呪われたのかと思った。で、このロッカーの中身が、あれ？いや、やっぱ大きくなっとるやん。うなちゃんのロッカーがあったんですけど、隣侵食してるんですけど、大丈夫ですかね？俺ちっちゃい方が好きなんだけど。わー、なんか増えた！待って。そう。で、僕のこの中身がですね、なんか、ダサいって言われて、で、怖いって言われたのか。で、変えますだから。なんかね、いい。あんなにバカにされんだったら俺はロッカーの中身変える。できた。できた。可愛くない？上のやつ。上のやつ可愛くない？で、下のやつは、宇宙をモチーフにしたの。で、アンテナ立てといたんですけど、上には宇宙人のチクヒレがいるっていう。可愛いでしょ、これ。可愛くない？どうですか、皆さん。僕の新しいロッカー。もう、ヒレオさんには怖いって言われたので、これに変わりました。セーブしよう。これ、多分、びっくりするんじゃないかな、ヒレオさん新しいの見て。見て！いいでしょ、みんな。このロッカー見つけたら俺のロッカーだからね。みんなよろしくね。